はい、で、今日紹介する論文なんですけど、Infinite Nature Perpetual View Generation of Natural Scene from a Single Image ってやつで、なんかツイッターでバズってて、見つけたんですけど、結果がすごいキャッチーで、なんかこんなに、あと動画生成の話なんです。シングルイメージからの動画生成の話なんですけど、こんなに綺麗に動画生成できているのをなんか見たことなかった気がしたので、気になって読んでみました。はい。で、この論文でできるようになったことは、この下の字符で示すような感じで、このインプット、入力の一番初めのこの静止画が与えられて、それに、続く動画っていうのを、結構長い時間動画として生成することができるようになりましたという論文です。で、論文の概要なんですけど、そもそもこのパーペプチャルビュージェネレーションっていう問題を初めて定義して取り組みましたっていう話です。で、一応論文中では、この、この、ここに書いてあるような感じで、なんか見たことない視点からの、そのなんか長期間の、動画っていうのを、そのなんか任意の、カメラトラジェクトリーに対応するような形で、シングルイメージから作ろうっていうやつですね。で、動画生成の手法、というか動画で生成ができるような手法っていうのは、いくつも、っていうか結構盛んに研究されてるのでたくさんあるんですけど、この論文で言ってる既存の手法の問題っていうのが、1個目の話は、ノーブルビューシンセシスとかで作るようなタイプの動画なんですけど、元の画像の周辺、周、えっと、視点の、その周辺の狭い範囲の視点からしか、から見た映像しか生成できないっていうような問題があります。ここで言ってるのは、あとで出てきますけど、心身とか、そういう感じの論文ですね。で、あと2つ目のやつが、主に動画生成手法の話なんですけど、そのジオメトリーを使わずに、上のやつはジオメトリーアウェアな話ですね。で、下のやつはジオメトリーじゃなく、を使わないで、単純に動画生成の手法としてやろうとしたときには、なんか短いフレーム、なんだろう、数十フレームとかぐらい、数十フレームきついか、数フレーム、数十フレームぐらいまでだったら、そこそこの画像、動画ができるんですけど、それをどんどん長時間の映像にしようとすればするほど、質が劣化してしまうというような問題があると言っています。で、この論文では、3D ジオメトリーを考慮して、動画生成じゃなくて画像生成をそのオートリグレッシブに、1フレームずつ、前のフレームから1フレームずつ作っていくっていうことを行うことで、既存手法よりも極めて長い動画を、かつ高品質に生成することに成功しましたという論文です。で、あとは、データセット、独自のデータセットを作っていて、その海岸上をなんか空を飛んで、いるような映像からなるデータセットを作成して学習と評価をしています。で、このデータセットはプロジェクトページに公開されているので、このようなタスクを何か取り組むときには使えるかもしれません。はい。で、で早速問題設定なんですけど、システムの入力としては、1枚の RGB 画像と、これテスト時ですね。テスト時は1枚の RGB 画像と、そこから続くそのカメラトラジェクトリーが与えられるとします。で、このカメラトラジェクトリーは、なんていうかな。その存在するカメラトラジェクトリーを持ってきてもいいんですけど、あとはなんか適当にその、なんか蛇行するとか、シミュレーションして作っても良い。実際にシミュレーション作って、して作るみたいなこともやっているみたいです。なんか適当にその順番のに来るカメラトラジェクトリーが分かれば良いと。で、これらを入力として出力されるのが、このカメラトラジェクトリー、この P から P0 から、どこまででも、に対応した、その RGB の画像映像を出すというのが、このシステムの設定です。はい。で、カメラトラジェクトリーというのは、カメラパラメーター、これはカメラパラメーターとしてて、この PT っていうのは、エクストリンシックなパラメーターで、回転と、
まあ、世界座標から見た時のカメラの位置の回転、変身位置を表すようなあのカメラマトリックスです。で、まあ、それとは他にカメラのイントリンシックパラメータは もあって、まあ、これは系として今後出て、この後出てきますと。で、学習時は、動画からこの PT と、まあ、K も、ストラクチャーフロムモーションを用いて、このトラジェクトリーを算出するという話みたいです。はい、で、手法の概要に入っていくんですけど、この手法をざっくり説明すると、レンダーとリファインとリピートっていうのを、まあ、リピートなんですけど、まあ、ぐるぐる繰り返して、まあ順番に、イテレーティブに、時刻0からその順番に t イコール1、t イコール2みたいな感じで作っていくという手法になっています。で、まず1個目、レンダーの部分なんですけど、これは、この関数 R ですね。関数 R は、t 時刻の RGB と、t 時刻のディスパリティ、このディスパリティは、まあ、デプスマップみたいなもの、デプスマップです。逆数。デプスマップか、デプスマップですね。で、PT と PT プラス1が、この時刻 t の時のカメラポジションと、次の時刻のカメラポジション。で、これらが与えられて、この次のカメラパラメータのところに、カメラ1のところに、この IT をワープさせたいんですけど、でそれをまあ作ると、IT プラス1のこのハットと書いてあるのが、ワープ後の、レンダー後のイメージ、PT プラス1の位置にレンダーした時のイメージ。で、DT プラス1がまあ次の時刻の、その、まあ、デプスマップ、ディスパリティですね。で、M と書いてあるのが、そのワープ後の結果の中で、そこのピクセルに値があるかどうかを表すバイナリマスクですね。まあ、この解散処方とかは後でそれぞれ出てくるんですけど、まあ、この M を出すことで、なんかこの図だとこのピンクになっているところっていうのが、この M が、0になっているところだと思うんですけど、その値ワープしてきたんだけど、まあ、そこはそのこっちの方向から見ると、そのオクルジョンとかで、その値がなかったっていうようなところですね。で、こいつを、まあ、なんかそのマスクとして扱って、まあ、後で出てくるリファインネットに一緒に入れることで、まあ、この位置を、まあ、インターポレートというか、エクスタポレートというか、保管するという感じです。で、で、この PT と DT を使って、その1回、その、この画像を3次元空間にマッピングしてから、PT プラス1の方向から見た、見て、レンダリングするという感じで、この IT プラス1を作るというのが、このレンダープロセスです。で、このレンダラーに、ディファレンシャブルなメッシュレンダラーを使っているので、まあ、ここも微分可能なようになっているという感じです。で、次がリファイン部分なんですけど、さっきのレンダーで出力してきた、このワープさせた RGB とワープさせたディスパリティと、マスクですね。その欠損を表す、ピクセルの欠損を表すマスクを、スペードのコンディションに入力として入れます。で、まあ、これスペード使ってるのは、別に画像処理だったら何でもいいと思うんですけど、まあ、結構最近は高品質なやつを作るときとかは結構スペードが流行っているような印象があるので、まあ、それに乗っ取っているのかなという感じです。で、で、これらがスペードの、コンディション部分ですね、に入ってきて、このスペードの入力というか一番、なんていうか、ルートのところはノイズがあるんですけど、このノイズはその1枚目の画像をその別に用意したエンコーダーに入力して、そのエンコーダーが、まあ、平均と分散を出すんですけれど、まあ正規分布の平均と分散を出すんですけど、その、そいつを使って、まあ、ノイズを作るという話みたいです。で、まあ、こいつをアドバーサリアルと、まあ、リコンストラクトで、あ、で、このスペードは、RGB だけじゃなくって、その
リファインはその RGB だけじゃなくって、このディスパリティマップも、デプスマップもするんですけど、まあ、これがまあ結構1個ポイントで、でまあ、この2つを出して、この2つに対してまあリコンストラクションロスとアドバーサリーロスを取るというのが、いうようなのが、このリファインネットの中身です。はい。で、で、このレンダーとリファインというのを、その次のポジション、次のポジションっていうのに、じゅんぐりじゅんぐり繰り返していくんですけど、で、ここでは、そのリピートを、オートリグレッシブにするんですけど、その1フレーム前の結果しか、一応考慮してないということに、まあ、注意が必要です。まあ、実際に論文の中でも言われてるんですけど、その1フレーム前しか、前のその生成結果しか考慮しないことで、まあ、学習時も生成時もメモリレスにできるんですけど、その代わりその生成された画像にグローバルな一貫性がなくなるっていう問題が一応残ってます。で、で、これ一番初めに出した例なんですけど、まあ、よく見ると、まあ、結構気持ち悪いことになっているっていう感じで、こうなんか山の池だったところのはずが、なんか海っぽくなったかと思ったら、なんか森が始まるみたいな感じになってて、まあ、確かに全然一貫性はないです。で、まあ、細かく、まあ、一応風景としては、まあ、確かに自然っぽいなって感じはするんですけど、その動画の全体として見たときには、フレームに、あとグローバルな関係性がちょっと乏しいという特徴があります。次の手法の詳細に進みます。で、初めレンダー部分なんですけど、まあ、ここでの目的はその次のカメラポジションにワープさせた画像を作るっていう話ですね。このファンクション R の中身についてです。で、映すときに、まあ、単純にカメラマトリックスを使うっていうか、逆変換するだけなんですけど、それについての説明をちょっと事前知識としてしておきます。で、ここでは、座標は、静止座標だとして、まあ、2D ピクセルは、UV1 みたいな。で、3D は XYZ1 みたいなふうになってて、で、カメラの、一般的なそのプロジェクションの式っていうのは、まあ、こんなふうに書きます。で、カメラの役割って、その3次元にあるそのピクセル情報っていうのを、2次元の方に持ってくることだと思うんですけど、この3次元座標にある、その、まず座標か、3次元座標を、まずそのカメラとワールド座標のズレを、合わせるために、そのエクストリンシックパラメータって言われるやつなんですけど、その位置合わせをして、で、その位置があった状態で、今度はそのカメラ内部のパラメータを用いて、その、イメージプレーンのところに、その、マッピングするということで、二次元座標を作るんですけど、で、どっちから上がるかな。右側からが簡単かな。その、世界座標との位置合わせの部分なんですけど、まあ、単純に回転行列と、並進の行列があって、まあ、そのカメラの座標と、ワールド座標がずれているときに、それを合わせるために、回転と並進によってこいつを合わせに行くというのが、まあ、こいつですね。で、まあ、これはまあ、普通ですね。普通ですねっていうか、はい。で、まあ、これによって、カメラ座標とこれを合わせて、で、それをこの黄色の部分、黄色じゃない、オレンジの部分が、そのカメラのイメージプレインだと思ってもらいたいんですけど、で、ここにその対応する点、まあ、どっかこの辺にバーってあると思うんですけど、点をそのシャドウするんですけど、こいつを、イントリンシックパラメーターってやつで、シャドウしていきます。で、この K っていうのが、まあ、そのどんなカメラをモデル化するかによって、まあ、変わるんですけど、およそピンホールカメラが仮定されることが多いと思っていて、で、ピンホールカメラの場合は、なんか、こんな行列になっていて、これ微妙に間違ってるな。4、3が正しいな、これ。はい。で、こんな行列になっていて、で、この S は、軸の歪みの部分なんですけど、まあ、ちょっと、基本、だいたい0で、表せることが多い気がするので、ちょっと一旦無視していただいて、で、まあ、大きく分けると2つなんか要素があって、フォーカルレングスと、プリンシパルポイントオフセットって、その、イメージプレインの、そのピンホールの位置からのズレですね。の2つの要素があって、これらを、
補正してあげて、このイメージプレインの座標を得るんですけど、そのフォーカルレングスの方は、まあ、すごいシンプルな話で、これ今 Y 座標を、イメージプレインに作動するっていうことを考えるんですけど、単純に焦点距離が F だとして、今 Z の、この求めたいこのポイントというのが、その ZY という位置にいるとすると、単純にこれはそのこの位置が欲しいんですけど、そのここの位置を求めると思うと、そのまあ相似みたいな感じで Z で割って F かけてやると。そうするとこの位置がわかるので、で、今この X は Z 含まれているので、まあ座標形としては、単純に FX というのをかけてあげればよいという感じですね。で、オフセットについては、まあ、X0 をこれ Z にかけるって意味なんですけど、まあ、後々座標形としてはこれ Z で全部割ると正しい、この位置が出てくるので、まあ、単純に X0 足しているという話ですね。X0 って言ってるのが、これも拡大した方がいいか。X0 と言ってるのが、そのイメージプレインのこの画像の、出力する画像のサイズの左下のところを00としたときに、ピンホールからの1、ピンホールからの垂線の、ピンホールからの垂線、ピンホール、そうですね、の位置をこう X0、Y0 と表したときの値がこの X0、Y0 ですね。単純にまあこのピクセルからどんだけずれてるかという補正項です。はい。で、まあ、この2つをかけることで、3次元情報から、3次元座標から2次元座標へマッピングができます。で、今欲しいのは、2次元座標から3次元座標へのマッピングなので、まあ、この逆数をかけてやればよいという話で、先ほどのこの K が、逆行列が左からかかっている感じですね。で、UV1 に対して K のインバースをかけて、で、まあ、ディスパリティを割ると、さっきの言った話はこれなんですけど、で、ここでディスパリティだけ出てくるのは、まあ、なんかこの XYZ がどういう座標になっているかというなんか前提がによって変わる気はするんですけど、まあ、今回のモデルっていうか、今回が使っているモデルで出てくるものとしては、そのこうすることによって、多分ワールド座標にあった3次元空間、ワールド座標表現での3次元座標への変換ができるという感じです。で、まあ、なんか結構簡単にできるだなって思ったんですけど、はい、で、これで3次元座標に一度マッピングしてやります。で、イメージとしては、この P0 で見ているこの座標全部の座標に対して、この計算をして、で、対応するこの XYZ という位置にこうピクセルを配置するということで3次元座標ができるという感じですね。で、このように変換した座標点を頂点として、その頂点に対して、隣接する頂点間でエッジを張ってやることで、3次元のトライアングラメッシュを作ると言ってます。で、いくつの頂点を取るかは特に書いてなかったのんですけど、まあ、たくさん取れば取るほどどうなるんだろう、密になるのかな、と思うんですけど、まあ、ここがヘパレなのかなって感じですね。で、これでもう3次元メッシュを作っちゃって、で、この3次元メッシュに対して、P1 から見た時の、その、P1、P1、カメラポーズ P1 からの、P1 に対する、レンダリングを行うことによって、次の位置での、その画像を得るというのが、このさっきの R、こいつですね。このポジションワープ再生画像を作るってやつのやっていることらしいです。で、ディファレンシャルレンダラーについては、まあ、ちょっとだけ説明しようかなと思って持ってきたんですけど、ここで使っているのは、この1997年に提案されているトライアングルスキャンコンバージョン Using 2D Homogeneous Coordinates ってやつで、出てきているアルゴリズムを微分可能に実装したものを使っているとのことです。で、こいつはディファードレンダラーなんですけど、ディファードレンダラーってどんなものかっていうのをざっくりちゃんと説明できるかわかんないですけど、してみようと思います。で、ディファードレンダラーでやってるのは、まあ、なんかこの空間上にこの3次元のメッシュがあったとして、こいつをまずその指定のカメラポーズのカメラのに対応するそのイメージプレイン上に移していきます。これが焦点セーターですね。で、スクリーン空間にこう平面上にバッて投影してやって、で、こいつを今度はそのピクセル、画像表現としてそのピクセルに対応づけたいんですけど、その
このメッシュが存在するピクセルの位置はどこかっていうのを決めるのがラスタライズですね、ラスタライザーでラスタライズして、でそのこのここにメッシュがあるよって決まったところの、まあ、それぞれの値を、なんか与えられた、アトリビュートで埋めるというのが、ディファードレンダラーでやってることなんですけど、ざっくり頂点星座どうやってやるかっていうと、これはすごいシンプルな話で、フォーカルレングスで割るみたいな話と一緒ですね。単純に Z を正規化してやれば、3D の座標を、3D のサイズ座標だと思って変換して W が、スケーリングだと思えば、こいつがあのこの平面上での座標になると。で、ラスタライザーはこうして得られたこの 2D マップに対してそのピクセル位置をこうあの決めたいんですけど、どのピクセルにあるかっていうのを決めたいんですけど、こいつも、シンプルでその3頂点のに対応するこの座標っていうのを計算してきてやって、計算してきてやってっていうか、まあ、これですね。これで持ってきてやって、その3頂点がその含まれるようなバウンディングボックスを考えて、なので、ハイトはここで、ウィルスはここみたいな、こういうなんかこういう四角形を作ってあげて、この中に含まれるピクセル全部をこう操作して、そのピクセルが三角形の中に含まれているかどうかによって、まあ、厳密にはそのピクセルのここでやってるのはピクセル その中心点が三角形の内部に含まれているかどうかによって、含まれていたらそのピクセルはその三角形を構成する要素ですよってあって、そうじゃなかったら違うというふうに判断するっていう操作がラスタライズ、ここで使われているラスタライズです。で、まあ、中心座標じゃないやつバージョンとかもまああるみたいで、そのピクセル内でいくつかちょっとフローティングポイントであの何点か作って1個でも入ってたら、三角形の中にだと思うとか、まあ、そういうやつもあるっぽいですけど、ここではシンプルに中心のみを見てます。で、ピクセルシェーダーの部分はそのこのピクセル、まあ、このラスタライズで得られたそのピクセル位置に対応 にそのなんか何らか の, そのアトリビュートをこれメッシュから持ってきたいんですけど、でここではそのこの三角形のこの重心位置に対応するような形でその3頂点のアトリビュートを平均するというふうになります。でこの重心座標をどうやって求めるんですかって話なんですけど、この、まあ、結局この ABC が求まれば、まあ、この三角形を構成するような ABC が求まればその三角形 の内部の点で表現できるので、でこの ABC を求めてかつこのエッジ2本の何て言うんだろうな、エッジ2本取った時のこの ABC の値というのがこの重心座標になるので、でこの ABC を求めるのは、まあ、単純に今3頂点分かっているので、これ普通にあの 3頂点を3で3変数求める連立方程式みたいなやつを解けば、ABC が求まるので、この ABC に対して、今エッジ2つエッジ2つエッジエッジだというかエッジ2つの、を使って重心を求めたいので、単純に100010みたいな2つのベクトルをこう入力してやれば、そのアトリビュートが重心位置が求まるので、これでアトリビュートを重み付けを取って計算するというようなプロセスらしいです。で、なんか微分、グラッドの方は僕ちゃんと見れてないんですけど、なんかこの Google のレポジトリの TF メッシュレンダラーというやつの中にフォワードとバックワード両方とも書いてあって、まあ、なんかさっき、まあ、ここで計算する感じだ、ここで説明した感じだと別にその微分不可能になる、うん、まあ、一応その勾配を計算できるような形ではつながっているので、まあ、単純にどこからピクセルが来たかとかで、勾配を流してやるっていうような実装になっている感じでした。はい。で、メッシュレンダラーの話はここまでで、これメッシュ自体への微分はいらない。メッシュ自体への微分。メッシュ自体への微分はいらない。頂点への、メッシュ自体の微分ってどういう意味ですか？あれ。頂点の微分は必要ですね。
頂点の微分は必要だと思います。なんかあれですかね、あとでまとめて聞くのがいいのかな、ですかね。ちょっと、はい。あとでじゃあ、お願いします。で、ピクセルの結論を表すバイナリマスクをもう一個説、あ、そうだ、ちょっと戻りますね。で、この、レンダラのところで出てくるのは、ここまでで、まあ、そのイメージの、ワープが説明できたんですけど、このマスクを計算すると。まあ、結論を表すマスクも計算したいんですけど、こいつは、まあ、単純にこのディスパリティのさっきのやつでマップするんですけど、ディスパリティの、勾配を計算して、その勾配がその、アルファ以上、まあ、スレッショルド以上だった場合、まあ、つまりなんかすごいたくさん変化しているようなところというのは、そこは、その欠損してるだろうと、まあ、なんかオクルジョンでしょうというようなふうに判断するとして、計算するらしいです。で、勾配は、シンプルにソーベルフィルターを使って計算すると言っていて、参考までにソーベルフィルターはこんなものですというやつが、こんな感じですね。なんか 3×3 の、まあ、方向を持ったカーネルを用意しちゃって、そいつらの、その、MSE を取って、まあ、この値を用いることで、微分値じゃなくて勾配を検出するというフィルターですね。で、この値が、まあ、スレッショルド以上だった場合には、そこは欠損していると判断して、まあ、そうでなければ、そこは、ワーピング、正しくワーピングしてきたものだと判断するというふうにしているらしいです。で、アルファについての記載はなかったので、こいつがどのぐらいの値になっているのか謎です。はい。で、ここまでが、レンダーの話ですね。で、続いてリファインの方に行きたいんですけど、で、リファインのところでは、そのワープ後の画像とディスパリティマップのうち、値の欠損しているピクセルの部分をこう生成モデルで補完してやろうっていうのがリファインですね。で、こいつスペードを使っているという話がをしたんですけど、はい。で、詳細的には入力は5次元で RGB とディスパリティとマスクが、はい、がコンディション部分に入ってきて、出力は RGB とディスパリティが出てくるという感じですね。で、ディスパリティもリファインしていますというのが、まあ、なんか重要なポイントらしいです。まあ、結構、何回か主張しました。で、初めにちらっと言いましたけど、ノイズは、初めに与えられる画像 I0 っていうのをエンコードしてきて、そのノイズを作るという感じです。で、学習時には、オートリグレッシブで生成するって言ったんですけど、その T フレーム、具体的にはこれ5を使ってるらしいんですけど、5フレームこう順番にオートリグレッシブで作って、その全部に対してこうロスを流すというふうにすることによって、動画が長くなってきた時のエラードリフティングみたいなやつを抑制できるっていう話をしてました。あとでアブレーションで見せるんですけど、まあ、実際にこう連続するフレームをいくつか作ってみて、それに対して全部ロスを計算して、バックドロップするっていう方法をとっています。で、学習に利用しているロスはこんな感じで、リコンストラクション、学習時はその正解のディスパリティと RGB があるので、リコンストラクションが取れて、RGB とディスパリティについているワンロスを取るっていうのがリコンストラクションで、パーセプチャルは RGB に対して VLG、パーセプチャルロスを取るというやつ。で、アドバサリアルが、ヒンジベースとのディスク、こっちにディスクリミネーターがいて、で、ヒンジベースとのロスでアドバーサリアルロスを計算すると書いてました。で、最後に KLD、カルバックライブラーなんですけど、こいつは、このノイズが、その、01のガウシアンに近づくように正規化するためにある。とのことでした。はい。ロスは別にそんなになんか変なロスが入っているわけではないですけど、まあ、複数フレーム全部計算して、全部ちゃんと勾配流しているっていうのが、まあ、実はあんまり見たことないような気がしてます。なんかカラーゼーションとかでも結構1フレームずつだけやるとかって話が多い気がするんですけど。はい。で、最後にリピートプロセスのところなんですけど、で、ここは、オートリグレッシブで生成していくと、その結局その初めの方に失敗した結果とかっていうのが、まあ、どんどんこう大きくなって積み重なっていっちゃうので、テンポラルコンシステンジの部分ですねとか、途中でアーティファクトが発生していってしまったりって問題があるんですけど、
実はこのなんかその学習時にさっき言ってたその t イコール5見てその学習するっていうことをすることによって結構なんかそのドリフトが起きなくなるっていうのがあるらしくて、このみたいな、ここね、これアブレーションみたいな感じなんですけど、こうなんか結構リピートを導入して学習する。リピートって言ってるのはそのフレーム数5全部、学習に使うということにすることによって、このドリフトが結構抑えられてるっていうことが主張されてるんですけど、それだけだと、なんかそのディス、特にディスパリティの部分で、その結構なんかエラーが乗ってくると。特にそのスケールがどんどん合わなくなってくるらしくて、なんかその、モデルが出力してくるスケールが合ってないと、そのどん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 その大きくなってきちゃう、なんだろう、どん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 大きくなっていってしまうので、それが困るという話をしていて、で、これをうまく、ヒューリスティックな感じですけど、に扱おうっていう話が、一応ちょっと工夫されていて、このハットがついてるのがワープした後の結果で、ハットついてないやつが、リファインネットを通した後の結果なんですけど、そのリファインネットを通してきた後の結果をなんか減衰させて、その減衰させた結果、これ M が1のところなので、そのワープ結果があるところに対しては、その出力結果を減衰させた結果と、そのワープ後の結果というのが、近くなるような形で、このガンマというのを、こいつが最初になるように決めてやる。で、このガンマをその出力にかけて、だからこいつを使うとですね、この RDT プラス1を実際に使うんですけど、ことによって、そのね、リファインネットを通すことで、そのスケールがどんどん大きくなっていったり、また大きくなっちゃったり、またちっちゃくなったりとかするのを、防ぐっていう工夫が、一応されてました。で、これによって、これを含めた結果が多分アワーズのやつだと思うんですけど、これによって、オートリグレッシブで生成していっても、あんまりエラーが乗らなくなってくれるよっていう話をしていました。で、ここまでが手法の、詳細です。実験のところに入るんですけど、でまずデータセットどうやって作成したかという話で、でまず動画集めてくるんですけど、なんか YouTube かどうか、なんかネットみたいな書いてあったんですけど、よくわかんなくて、ですけど、コースタルとか、エアリアルフッテージとか、コースタルフッテージかとかで、検索して、なんかヒットした動画765個を持ってきてやって、こいつを使ってデータセットを作るという話をしてました。で、すみません、タイプです。カメラポーズ。カメラポーズの推定は、ストラクチャーフローモーションだけじゃなくて、どうやらなんかこの C グラフ2018のやつで述べられている方法らしいんですけど、その単純にその動画シークエンスに対してコールマップみたいなやつを使って、カメラポーズ推定すると、なんか精度が悪かったりするっぽくて、で、こういう時には、なんかスラムで使われているアルゴリズムを利用した上で、そのポイントクラウドを生成して、そこからさらに、ストラクチャーフローモーションで、そのカメラポーズをちゃんと推定するってやった方が良いらしくて、で、今回もこいつを使っているということでした。で、詳細はここに、結構文字でなんか説明されてるだけだったので、なんか難しいんですけど、この論文で述べられているのが、ところに詳細が載っているはずです。で、これでカメラポーズを推定します。で、その結果得られるのが、この、なんかカメラトラジェクトリーと書いてあるやつなんですけど、でまずさっきの、そのカメラトラジェクトリーについては、さっき石井さんがおっしゃっていたように、その動画に応じてそのカメラが移動する速度も違うし、フレームレートも違うので、そのなんか動画によってはなんかめっちゃトラジェクトリーが出てくるのに、動画によっては全然出てこないやつがあるとみたいな風になってしまって、そのばらついてしまうので、こいつはその全動画で一定になるように、トラジェクトリーからこうサンプリングしてきて、合わせるっていうことをしているらしいです。で、1個目の質問の答えが多分これで、で、ディスパリティの作り方なんですけど、こいつは、シングルイメージから推定できる、デプスエスティメーターを使っているとのことです。で、使ってる手法がこの、トワーズ・ロバスト・モノキュア・デプス・エスティメーション・ミックシング・データセット・フォー・ゼロ・ショット・クロス・データセット・トランスファーという新しい、結構新しいやつなんですけど、インテルだったかなとか提案している手法で、このモデルを使ってデプス・エスティメーションする、シングル・イメージからデプス・エスティメーションするんですけど、この手法の概要が、ざっくり述べると、そのアノテーシ、ここではそのスーパーバイズドな、
デプスエスティメーション、シングルイメージベスメデスティメーションを、対象とするんですけど、まあ、教師アリの場合は、そのデータセットによって結構アノテーションがばらつく、まあ、スケール感とかですね、がば、デプスのその絶対値とかもですけど、アノテーションがばらつくんですけど、そのアノテーションがばらついてるやつを複数データセットを用意してきて、それで学習でロバストに学習する手法を提案してて、でこれによってさらに、なんだろう、そういろんなシーンで使えるような、汎化性の高い、デプスエスティメーション、モノキュラデプスエスティメーションのシステムができるっていうのが、この手法らしいんですけど、で、こいつを使って、その、このカメラ、サンプルしてきたこのカメラポジションの位置から見た、このビューに対応するディスパリティを算出してきているとのことでした。大丈夫そうですかね、これで。で、で、これ実験の項目なので、実装の詳細なんですけど、入力解像度は 160×256 というサイズみたいです。結構ちっちゃめのサイズですね。で、リファインネットの構造のところだけニューラルネットが出てくるので、まあ、ニューラルネットの構造的には、リファインネットのところなんですけど、スペードのやつそのまま持ってきてるって話で、まあ、参考までにスペードってこんなものですというのを持ってきてみましたけど、もう別に特に述べるところはないか。強いて言うと、ディスクリミネーターのところに、まあ、スペードそのままなんですけど、マルチスケールのパッチガンを使っているという感じですね。で、学習時間はバッチサイズ4で 10GPU で、8日ぐらいかかるという感じです。で、提案手法を、3つのジオメトリアウェアなノーベルビュー新性質系の手法による動画生成と、動画生成手法の4つと比較して、ます。で、多分この論文 CBPR なんじゃないかな、に提出されたやつなんじゃないかなと思うんですけど、結構 CBPR の手法の比較が多いですね。まあ、それフォーマット、論文のフォーマットとかは結構 CBPR っぽかったなと思ったんですけど。で、まず定量評価からです。で、左側が、まあ、それぞれの手法の、生成結果に対する LPIPS と MSE と FID を計算したやつ。で、LPIPS と MSE は、その10フレームの、平均を取っているらしいです。これか。多分この区間だと思うんですけど、まあ、ある期限から10フレーム分見た時の、その MSE の値を持っていると、取っているみたいな感じです。なので、多分こっちのやつが、既存、なんだ、入力画像から近いやつで見てるものになっているはず。で、で、まあ、その入力フレームから近いフレームの生成においても、その他の既存手法と比較しても同等か、まあ、それ以上の結果が出ていると。で、FID についてはなんか50フレーム分先のやつまで見てるみたいな感じで、で、まあ、長期的な、長い動画になったとして、なった時には、その既存手法をまあ大きく余るような FID が得られているという主張ですね。で、右側が、その、まあ、同じか。その長い動画を作ったときに、その、なんだろう、そのフレームポジションに対する、FID のスコアを計算したやつで、この FIDW と書いてあるのが、そのある T 時刻、I 時刻か。I 時刻、なんかこれおかしい気がするな。あ、いいのか。I 時刻、じゃあ T 時刻の FID を計算するときに、その、この W、W 分の区間の FID の平均値を取ったスコアだという話ですね。なので、FID20 だったら、時刻 T に対してその前後20フレーム。で、FID50 だったら50フレーム分の平均値で、算出したものですね。で、横軸が、これは、ステップスって書いてあるのがフレームのインデックス。で、縦軸が FID で、下に行くこと行けば良いんですけど、提案手法がこの青色らへん。で、その、近いフレームのところでも、まあ、既存情報よりも良い結果が得られてて、かつ、これ、既存情報については、この先の、
400フレームとかのやつ計算されてないんですけど、まあその400とか500とか生成していったとしても、その生成、提案手法の生成結果というのは、その他の手法の25フレーム時点の、その FID のスコアと比較しても、まあ、良いか、まあ、コンパティブルかくらいのやつを保ったまま生成できていますというのがこの結果です。はい。で、定性的には、比較するとこんな感じなんですけど、提案手法が一番右で、まあ、それ以外が既存手法、まあ、この辺ちょっとアブレーション入ってますけど、既存手法で、まあ、目で見ても、なんだろう、まあ、普通にうまくいってそうな感じするなっていう感じですね。他のやつは結構、崩れていっちゃってるやつとか多いんですけど、MPI ってやつは結構、まあ、そこそこできてるっちゃできてるんですけど、そのシーンの変化という意味であんまり起きてないような感じですかね、MPI の方は。で、それに対して提案手法のやつは、その時間が経てば経つほど結構その違ったシーンというのがまあ生成できていると、まあ、似たシーンでまあちゃんと違った風景というのが生成できているような感じですね。で、あとはそのロングトラジェクトリージェネレーションというのもやっていて、t イコール0から500までバーって生成したときに、まあ、結構最後の方までちゃんと自然画像っぽくできますよって感じで、まあ、結構400以降とかは結構、まあ、この辺からか、まあ、やっぱ結構後半は怪しそうな雰囲気は漂っているんですけど、まあ、ギリギリ自然画像と思えなくもないかなという感じですね。で、あとはその t イコール0から500にかけて、そう同じような風景ばっかじゃなくて、結構その違った風景を生成できているっていうのは、結構いいところかなと思いました。で、アブレーションですね。で、アブレーションは、まあ、ここ見ればいいのか。まあ、さっきも述べたんですけど、リファインとリピートというのは、すごい重要なファクターですよというのが述べてますね。特にリピートのところかな。リピートのところが、その、まあ、どんどんな、そのフレームが進めば進むほど、そのドリフティングしてしまうんですけど、そうじゃなくって、リピートありで学習すると、まあ、ちゃんとその長期的な動画生成を行ったとしても、ちゃんと自然画像を保ったまま生成することができますよというような結果ですね。はい。はい、以上になります。